家庭菜園ライフ、藤沢で菜園をやっている江口です。今日は2月後半にやるべき夏野菜の準備についてご紹介していきます。2月後半になり徐々に暖かくはなってきましたが、夏野菜の準備を始める時期になっていきます。この時期に準備を行うことでスムーズに夏野菜を栽培することができます。そのため徐々に準備を進めていきましょう。最後に質問にもご回答しますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。まずはこの時期に終わらせてほしいことをご紹介します。寒起こしはすでに実施している必要があります。これからでは遅くなってしまうので、寒起こしを実施していない方は天地返しなどを実施しましょう。こちらは最近寒起こしした土壌になります。このように今からやりますと、特に粘土質のところだと寒起こしをした時にこういったまだ塊で出てきてしまいます。これが少しずつ自然の雨風などで砕けてサラサラになっていくまでに時間がかかってしまいますので、春夏野菜には今からやるには遅いかなという感じです。こちらは事前に寒起こしをしておいた場所になります。まだちょっとこういった塊は残っていますが、このようにですね、さっきの場所と違って土がふわふわな土になっています。また桑を入れた時にも感触がもうふわふわして軽い感じになっていますので、その効果が実感できると思います。今からやる方は寒起こしではなく早めに天地返しを行ってください。それではポイントの一つ目です。雑草対策です。夏野菜の栽培時に面倒な作業が雑草の管理です。この時期から作業をしておくことで除草などの作業が楽になります。例えば通路部分に防草シートを貼ったり、通路部分に出た雑草などを除去していきましょう。ではこちらをご覧ください。通路は防草シートがこのように貼ってありますが、通路脇には雑草が生えています。この時期はですね、あまり雑草も生育していないので、簡単にもちろん手で抜くこともできますし、全部抜くの大変でしたら軽くクワとか三角コなどで軽くやるだけでこのように簡単に取れてしまいますので、こういった形でお手軽に除草することができます。ここを作付けしない部分でしたら、ふわふわの土だとまた根が張りやすくて雑草出やすくなるので、ちょっと軽く踏み固めておくっていうのも一つの手だと思います。今のうちに雑草対策をしっかりして夏野菜に備えましょう。2つ目の作業です。害虫の駆除です。まずは畝を作るために土を耕しておきましょう。その際に土壌内の害虫はできるだけ除去していきましょう。この時期ですと土の中にいるのは、1つ目がアブラムシ、そして2つ目がヨトウムシなどがいる場合があります。昨年害虫などが多かった畑では、土をふるいなどにかけて害虫を見つけるようにしましょう。畑内に害虫がいないかチェックしていきましょう。まずは表面をなどをしっかり見て、いない場合は少しクワでさらにちょっと深く見ていきます。ある程度チェックして見つからない場合は、あとは害虫が来ないようにすることが大切になります。枯葉などが風で飛んでくることがあると思うんですが、こういった葉っぱの影とかに虫が暖かさを求めて入ってきたりもする場合があるので、虫の居場所になりそうなものは畑の外に出すようにしましょう。ぜひ皆さんもやってみてください。3つ目です。収穫作業です。収穫物は2月末までに収穫をして、3月からは土作りや実際の植え付け準備に入っていけるようにしましょう。例えばトウモロコシやインゲ、枝豆など早まきできるものがあります。しっかり土作りをするなら2月に畑を整備して、3月中に植えられるものも余裕を持って作業をしましょう。こちらは小松菜です。こちら見ていただくと分かる通り、だいぶ葉も分厚くなってきてしまって、食べる時に硬かったり、ずっと置いておくとえぐみが出てきてしまったりしますので、こういったものは早めに収穫をしていきましょう。そして収穫をしたら次に植える土作りをしていきましょう。早めに夏野菜の準備をしていきましょう。では4つ目です。作付け計画を立てることです。そろそろ年間の作付け計画を決める必要があります。遅くとも2月中旬までに整理をしておきましょう。これからだとジャガイモも始まりますし、その他3月から始まるものもたくさんあります。しっかりと計画を立てることが大切です。
私の今年の場合はですね、4月頃にですねミニトマトをまず植え付けしまして、8月の頭ぐらいまで収穫をしまして、その後中旬から片付けをして土作りをして、もう9月の頭には今度は大根の種を植え付けていきたいなと思っています。まあ、12月ぐらいには大根も収穫していけるかなと、ざっくりですけども、そんな形で春夏と秋冬作付けをしていきたいなと考えています。皆さんも早めに計画を立てて実行していきましょう。5つ目です。育苗していきましょう。育苗を2月中に始めましょう。最近は夏に猛暑になるケースが多いので、この時期に育苗することで早めに収穫することができます。今回は枝豆を育苗していきたいと思います。普通の苗とかが入っていた苗ポットを使っていただいて大丈夫です。で、畑がある方は畑の土をこのように入れていただいて、万が一ないよという方はですね、ホームセンターなので育苗用の土というのがあります。そちらを買っていただいてこのように詰めていきます。枝豆の種をだいたい1ポットに3から4粒ぐらい入れていきます。 2、3センチぐらいの深さでこのように枝豆を入れていきます。そしてこのように土をかけてもらって、最後に鎮圧、しっかりと土を沈めてもらいます。こういった形で育苗用の枝豆の植え付けが完了しました。まだまだこの時期は寒いので、お家の中の日中は日の当たる暖かいところに置いておいてください。ぜひ2月に育苗もしてみてください。こちらのさつまいもの動画にコメントをいただきました。こんにちは。ぜひ挑戦してみたいと思うのですが、正常に生育したとして200個くらいの芋を収穫するためには必要な苗の数や芋の数はどのくらいになるのでしょうか。大体で構いませんので教えていただけませんか、というコメントをいただきました。正常に生育したとして、大体苗1本あたりから4本5本ぐらいはこう食べ頃のサイズが取れると言われています。ただし、その品種によっても大量にできる品種だったり、ちょっと少なめだったりっていう違いがありますので、苗を購入する際はその品種にもちょっと注意していただけたらと思います。ただし、その年の雨が少なかったりとかで苗の段階で失敗する場合もありますので、60本とかちょっと多めに買っておくと安心かなと思います。応援しております。一緒にさつまいも作り頑張りましょう。今日は2月後半にやるべき夏野菜の準備についてご紹介しました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。